たい。はい、キーマカレーパンの完成です。師匠どうですか、この出来具合は。次行こう。はい、じゃあこちらを見ていただいて、蒸した肉まん。いやてるよ、でかい。膨らんだ膨らんだ。はい、これで貝柱入りの肉まんの完成です。ちょっと中見たいじゃないですか。中どうだ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 。ありがとうございます。ほったってだらけじゃないですか。頑張っていきたい。さあ、それじゃあこちら焼き上がりました。おー、いいよ。すごい綺麗ですね。高橋ひとみさん、焼き上がりどうですか。これ完璧です。この他のところ今からご覧いただきますから、いきます。わー、どうも。こんな感じで乗せていきます。どうしようかな。これでまず肉野菜カレーパンの完成です。よし。さあ、そしてこの牛乳をつけまして、ね、でっけー、はい、これで2種類のカレーパンの完成です。高橋ひとみさん、何ですか、この出来上がり。もうだから完璧って言ってるじゃない。すいません、思ってるの。はい、さあ、こちらも2種類目が出来上がります。焼き肉まん。いわぞ、おー、綺麗。ちょっとじゃあ裏見てみますよ。どうですか。どうだろう。中も見たいね。見たい。見ます。はい、どうだろう。スープがすごい。スープがすごいですね。食べたい、早く。これでハンボロ肉まんの完成です。ハンボロ肉まん完成。そして貝柱たっぷりの肉まんとこれ揃って、このセットで肉まん完成です。完成。ちょっとね、うん、立ちくらみがしてきました。本当に。さあ、それではいよいよお詰めでございます。頼む。最後のオーダーのお時間やってまいりました。肉まんか、それともカレーパンか。頼む、もう本当に頼む。頼むよ。今夜のご注文はどっち。ご注文はどっち。両チームに裏切り者がちゃんといたと思うんだ。残念だったね。ひどい。そうだわ。師匠はもうずっとこう肉まで通しました、ね、やっぱりあの生地と、うん、そしてあの材料とのあのマッチングですね、うん、これ本当お腹空いてきて、あのちょっとボリューム感がこっちの方が少しあるのかなと思って。トンポーロの肉汁ですね。あのスープちょっと食べたいなって。だって勝俣さんね、カレーパンにしてダメですって、牛乳まで用意させたんですよ。では、ミスター三宅、ゲラルヒール。どういうキャラクターなんですか、それは。もう、ペーをやけどまでして。誰が、宮尾シェフは残念でしたかね。あ、やっぱり牛乳まで買いに行かせた。そうでしょ。もう新婚ボケですよ。後で牛乳頭からかけて。本日のメニュー、青森県野辺地産干し貝柱のほか、厳選素材を使用した肉まんでございます。どうぞお召し上がりください。すごい柔らかくて、ジューシーです。よーいしい。本当に美味しいですよ、これ。さくのみさん、本当ごめんなさい。本当美味しいですわ、これ。すごいサクサクなんだ。美味しい。ポテコ。いや、いいでしょ、見なくて。うまいなぁ。うまい。美味しい、この焼肉まん。絶品ですよ、これ。これが肉まん。焼肉まんなんか日本でも流行ってほしいよね。うわ、うまそう。ずいぶん元気になられましたね。そうですよ、さっき死にかけてたのに。そうですよ、美味しい。あ、いいな。これはうまい。こっちの蒸したのもいいね。貝柱がね、噛めば噛むほど味がしますよ。噛めば噛むほどじゃなくて、牛乳買ってきたスタッフはどうだろう。もう一生飲んだらあかんからな、牛乳。カレーパンの反省会。サクサクとは音が聞こえます。音します。ちょっと、どうなんですか、うん、そんな嬉しそうでいいんですか。そう、この手はどうしてこないですか。やけどしたんですよ、やけど。それで今ここにいるのはなぜ。おめでとう。